見えた。おはようございます。今日は来たくてもなかなか来れなかった御在所岳に登りたいと思います。あれあれに登ります。なんかそびえ立ってる。ではレッツゴー。中登山道口長かった。ここまで来るだけで疲れたわ。疲れたな。いい登りじゃないですか。また階段。なんか前振りが長すぎてさ、あのアスファルトが、今御在所やっと登ってるっていう気がなんかあんまないね。続きの道みたい。あれやね、今までにない道やね。階段やで。うん、結構な急や。うん、綺麗な道やな。うん、てか晴れてよかったな。中道登山所だけこっち。おお、もう一球。よいしょ。あ、すごいわ。うん、すごい。ええ天気やな。今日はゴールデンウィークですごい人、登山者もすごい人。行こっか。3号目710メートル。すごい。とりあえず申し訳なさそうに置いたな。支えてんの。先行くわ。何が。あ、今度はこんなんやねんな。うん、楽しい。あんな階段とかにこんな水のほうが今御在所におるって信じられへんな。うん。そこさあ、岩の上に木生えてへん。どれそれ。お、登る幅がでかいわ。足届かない。浮いてるわ。何？足が浮いてるわ。足が短いからね。うん、でも楽しいな。そうだな。なんかいろんなあれやね。うん。いろんなのがある。ここは。いろんなのどこでもあるんだけど。いろんなのどこでもあるな。よいしょ。足上げるのが大変よ。よいしょ。お、なんかちょっと開けてきた。うん、なんかすごい、なんか岩が重なってそれ何？なんか丸ペケって書いてんの。うん、そっちのほら、いや、こっち登ったらダメよ。あ、登るなってことか。こっち。あ、よいしょ。おお、面白い。すごい。
ほんまやな、うん、あ、これやん。え、これちゃう、もしかして。こっちこっちこっち、ほら、おばれがちゃう。なんか上まで行かない。4合目って書いてあるわ。あ、ほんまや、着いた。4合目よいしょ。792m、オーバーレインが。いや、すごい。ほら、見て。ああ、何やねん。え、向こうはもう通るだけな。うん、ほんまかいな。行ってみる。ほんまやな、うん、とりあえず通るだけか。白い巨塔見えるわ。白い巨塔。おう。一段が高いな。なんて？一段が高いな。そうそうそう。え？ほんま一段も高い。寒くなってきたな。5合目着いたよ。842m。まだ半分か。まだ半分か。でかい岩言うとたり。お前、地蔵岩。ああ、ここはすごいね。すごい景色。ああ。風が吹いたら寒いね。6合目、900m。キレットです。すごいわ。浮いてる浮いてる。え？浮
浮いてる浮いてる、根っこすげえ、うん、なかなか道のりは長うございます。そうやな。え、さっき何号目言うたんだっけ。7、あ、6せやろ、うん、6号目であそこで1回降りたからまた登り返しが、うん、よいしょ、いいんだよね。7号目990m、はい、ありがとうございます。着いた。なんかあっちの山とかにも岩の、うん、ゾーン、ゾーン、ほんまピンクまみれになってもた。なんかシャア専用ザクみたい。上がる、うん、よっ、なんちゅう。はしご。よいしょ。変なはしご。危ないはしご。なんか変な。なんか持ちにくいねんな。ほんで足にもはまってるよ。あの上に海を見えとったやんか、うん。あれが展望台なんかな。富士見なんとか。あ、何、あの上が？いや、分からんけどね。で、え？だいぶ高いね。めっちゃ高い。気持ちいいな。うん、ま、頑張ろう。なんじゃ、ただ、重い。なんじゃ。あ、滑るで。うん。あれ？ちょっと段差段差にあれしてな。滑んねん、この石、うん、さっきうち滑りかけとって、うん、つるつるや。そうなんや。8号目1111m。滑るから気をつけてください、ね。そうやな。うん。なんかつるつるやな。そうなんや。滑るみたいな。えじゃん。全然いけたし。全然いけそうやな。こんなんは嫌いや。こんなんだけ危ないの。いや、ほんまこの岩は滑るで。うん。岩の上ここやったんかな。うん。ご在所だって頂上へ。これ何？乗ってもいいな。帰り乗る？うん。帰り乗る。面白そうやで。まあええけど。あそこ行きます。あそこ登ったら一等三角点があります。楽しみです。初めての1000メートル超え。1212m。行って。
正面向いて。ピンクだらけやな。おかしい。え？おかしい。いや大丈夫。ベージュの方が良かった。いや大丈夫。しそうやねんけど、すごい綺麗くない？綺麗よ。山頂や。登山者だけ頂上到着。1211.95 到着。到着。これ見て、静か峠とか伊吹山とか、ほら。あ、ほんまや。え、見えんの？わかんない。岩戸はあっちだ。あ、あれが岩か。あのちょっと。が見えればいいんやけどな。お手洗いとか言うてこんなあの立て札いっぱいある。いっぱいあるな。お手洗いの容器あって助かるな。お前で。なんで？何？これ雪？雪峰かな。なんやろうな。第三カマト。なんかあのガンダムのビームサーベルみたい。はい、ではだからこっちをここな。あ、これしてないかな。これかい。なんでもなんか。いけた。あ、いや。
帰りは楽してロープウェイで降りてきました。ここはでも絶対乗った方がいいです。すごい楽しかったこれでおしまい。